はい、ということで今週も始まりましたハイチのダラダラジオ、今週は車の中から失礼いたします。ちょっとエンジン音とかね聞こえるかもしれませんがご容赦ください。でなんで車の中で喋ってるかというと、息子の習い事の待ち時間でして、ちょうど1時間なんでね、撮ろうかなってことでピンマイクを持ってきました。でこういう風に撮るときいつもね運転席で喋るんですけど、今日は後ろの席にね逃げてきて喋っております。なぜかっていうと隣に知らないママさんがね同じく待たれていて、めちゃめちゃ顔が見える。だからこう隣見た時にさ、ピンマイク持ってなんか喋ってる、しかも私ラジオとか喋るとき撮るとき結構動きつけるんですよ。表情もね結構つけて喋っちゃうので、あの人何やってんのって思われるだろうなーっていうのを思って車の後ろでね縮こまって喋ってます。そんなところを想像しながら聞いてもらえたらなと思うんですけど、今回のタイトルは、個性をデザインするということで、これねタイトルでこの意図、タイトルにした意図は2つあって、まず1個はその個性の部分をちょっとお伝えしたいっていうところはあるんですけど、先にもう1個の方を話していきます。何かっていうと、皆さんこの個性をデザインするっていうタイトルを見た時に少しあれいい話がなんか聞けそうな気がするって思った方ね少なからずいてほしい。誰もいなかったら私の力不足なんだけど、いると思うんですよ。なんでかっていうと、個性もデザインも結構こう引きのあるワードというか、でしかも個性をその個性でさ、ものをデザインする、どういうことみたいな、で自分に個性がないとかさ、個性について悩んでる方も多いと思うから、そういった意味でちょっと聞いてみようかなって思った方もいると思うんですよね。でもこの部分ってちょっと気をつけなきゃいけなくって、生きていく上でですよ。何かっていうと、個性ってものすごく抽象度の高い言葉だと私は思っています。世の中にある言葉結構抽象度が高い言葉多くって、努力とかもそうですね、はい、で魅力とかもそうなんですけど、デザインっていうのは、デザインするっていう、デザインするっていうか動詞って言っていいかわからないけど、なので分かりやすいんですが、どういうことだろうって思うじゃないですか。で言葉ってさっきも言ったように抽象度が高いものがすごく多くって、ただポジティブに働くときっていうのは抽象度をある種生かすのもありだと思うんですよね。だってこの個性って何って、もっと具体的にならないとテンション上がらないってするよりも、なんかいい話聞けそうだから聞いてみようかな、興味湧いたなっていう、人の興味が湧く瞬間って意外とレアで、そんなないんですよね人生において。でそれがその曖昧というか抽象度が高いからこそ自分の中の期待値が上がって前のめりになれる、そうね、ポジティブにアクションを起こせるっていうことであればもうグッジョブなわけですよ。それはいいんですが、逆ですね、逆、ネガティブな方で働いてしまう抽象度の高い言葉、例えば、個性で言うんだったら自分って個性ないもんなーって悩む瞬間とか、こういう悩み持ってる方もいると思うので、あとは自分が周りと比べて劣ってる気がするとかね、何をもって劣ってるなのとか、そのあなたが求めているその他人と比べてないなと思ってる個性って例えばどういうものなのみたいな、悩みっていうのは基本的に漠然とした悩みっていうものが非常に多いです、人間の悩みっていうのはね。で漠然とした悩みで戦おうとするともう勝てない、だって相手が漠然としてんだもん。漠然としてるっていうことは対処法とか戦い方もわかんないよね。でもそれが解像度が上がって具体的な相手が分かれば分かるほど戦えるんですよ。例えば具体的なデータがね出てきて、こいつは剣が弱点だぞとかさ、こいつは氷に弱いぞって分かったら氷の魔法を打っていけばいいし、剣で攻撃していけばいいわけじゃないですか、弱点が分かるからこそ。でそれは悩みも同じなんですよね。なので、俺も学生時代を振り返った時に、具体的に悩みに戦っていたら全くできてません。これは、はっきり言える、全くできてない。ずっと漠然とした悩みに、打ちひしがれて、自分はダメだ自分はダメだ自分なんて魅力がないって思い続けてた人間なんです。で、なんでではこれを喋ってるかっていうと、やっぱこう37年生きてきていろんなことを経験して、そこがもっと早く知れてたらなってすごく思うんですよ。悩みが、一人で具体的にするのは難しいけれども、でも少しでも具体的にしていくことによって悩みとは戦いやすくなる、その、悩みから吸収できるものも多くなるっていうのが知ってたら、もうちょっとね俺中学時代変わったと思うんだよね。
うん、だからまあ今回この話をしてたしたんですけど、なのでまあひとまずねちょっとメインの話とはそれた部分にはなりましたが、漠然とした言葉ね、解像度の低い言葉っていうのは世の中にたくさんある。自分が何かに立ち止まってしまった時には漠然とした言葉にやられてないかなっていう視点っていうのはすごく持つといいと思います。ではメインの方いきましょう。個性をデザインするっていう方なんですが、まあ、個性って欲しいよね。はい、あ、私欲しいいや本当に無個性だと思って生きてきたから、でも個性っていうのは自分が思ってることですよ。思ってることはまず簡単にはゲットできない、コンビニには売ってないって方はまず1個ですね。簡単にはゲットできないっていうことと、自分の個性っていうのは無意識にハードルがすごい上がると思っています。他人の個性に関してはねハードルが下がるのに自分には高いんですよね。これが不思議になる。はい、なので、まあ、その部分を、まあ、意識するのがすごく大事で、さっきも言ったように個性っていうのは簡単にはゲットできない。でもゲットずっとできないかっていうとそんなことはない。じゃあゲットするためにはどうしたらいいかっていうと、すごくシンプルな方法で言うんだったらやっぱり好きを突き詰めるっていうところだと思います。個性の発端っていうのはやっぱり好きっていう感情、興味っていう感情がものすごく比重を占める。そこからスタートしていって、でも例えば好きから始まったのに好きじゃなくなっちゃったものとか興味がなくなっちゃったものなんてもういっぱいあるわけじゃん。例えばゲームが好きな方、もしね今聞いてくださる方の中でいらっしゃったら、私もゲーム大好きなんですけど、最後まで全クリ全部クリアすることが全部できるかってそんなことなくないですか。最初はめちゃくちゃ面白いと思って始めたゲーム、例えば漫画とかもそうですね。え、これおすすめされたら面白そう、読んでみようって読んでみたんだけど、実は途中で終わっちゃった漫画アニメとかゲームってあったりしません？だからそれをでも例えば、うわ最後まで読み切れなかった、ダメだってならないでしょ。だって別にその自分の興味関心が違ったっていうのを早めに気づけたんだもん。興味がないのに最後まで突っ走る方が時間のもったいないじゃないですか。だからまあそこはいいんじゃないかって思うし、でもやっぱり今日、個性の部分で考えるんだったら、やっぱり好きってものが持続できたものがやっぱり個性になっていくと思います。私だったらやっぱり授業っていう部分だと思うんですよね。授業って、まあ、人に教えるのがすごく好きなんですよ。昔から好きで、どうやったら分かりやすくなるかな、どうやったらねこう見てくれた方、まあ自分は YouTube なんで見てくれた方になるけど、見てくれた方がこう見てよかったって思ってもらえるかなっていうものを突き詰めていく。でもその突き詰める中には、こういう授業でありたいって、授業って答えがないからいろんなパターンがあるじゃないですか。例えば、自分授業にはテロップが入らないんですよ。編集入れてないので。でもテロップが入った方が多分分かりやすいですよね。ポイント分かるし見てる方も飽きないし。でもなんでやらないかっていう と、 子供たちが学校で受けてる授業に近づけたい、リアルでなんか血の通ったものであってほしいみたいな願いがあって、でそれが合ってるか間違ってるかって分かんないけど、自分の個性、自分の授業の個性はこうだよっていうものをそこは貫きたいのね。まあちょっと悩んでる部分はあるけどね、どっちがいいのかなって。でもそれはやっぱりでも今の子たちにはテロップを入れた方がいいなって、方向転換しようと思ったら多分するし、自分は、なんか初志貫徹ねはかっこいいけど、ずっとじゃあ貫かなきゃいけないかって言ったらそうじゃないと思ってるから、そうでも今自分にとってはやっぱり、リアルなものであってほしいなって、自分のトークと画面だけで分かりやすいなって思ってもらえるものを作っていけと突き詰めていきたいなっていうのがすごくね自分の中でチャレンジとしてあるから、まあ、それがきっと個性になってたりすると思うので、今聞いてくださってる方多分学生の方が多いと思うんだけど、やっぱり簡単には手に入らないけども、やっぱりスタートは、好きっていうところかな、興味っていうところで。勉強もものすごく個性のこうスタートになるのよ。勉強嫌いな子にとってもね、だって何かさやっていく、勉強していくうちに興味があるものも出てくるかもしれないし、で今はさ特に義務教育の時ってやらされてるじゃん勉強って、だから面白くないのよ基本的には。でもさ大学とか行ってその自分が学びたいものとか、社会人の方よく言うけどさ、自分の学びたいものを学び始めると学びってめちゃくちゃ面白いのよ。だって自分で学びたいこと学んでんだから。でもねその学びたいことを学ぼうと思った時に、学生時代に勉強で努力をしてないと絶対苦労するの。なぜかって基礎体力がないから、そこの部分で。学生の時にこんなん将来役立たねえよって思いながらでも、でもそれでも、勉強のやり方とか何かの頭に定着の仕方、記憶の仕方っていうのを自分の中で見出せてるっていうのは、やっぱ基礎体力がものすごい上がってる状態なので強いのよね。なので、まあ、それをやんなきゃいけないってわけじゃないし、もしね本当だったら
学生義務教育の時からさ自分の興味あることをさ突き詰められたらいいんだけど、それが見つかってる方ばっかじゃないからさ、だからまあ勉強って学校の今義務教育でやってる教科書とかの勉強っていうのもすごく意味があると俺は思ってる人間なんですけど、まあいろいろ話がそれちゃったんですが、まあ個性っていうのはデザインする、個性をデザインするって今回タイトルにしたので、自分のやっぱ好きとか興味から始まってそこをまず突き詰めていくっていう、で突き詰めていく中で自分の中でマイルールができる、ね、私はこうだってこうやっていくんだっていう、でそれをマイルールを作りながら、であとね他人からいろんなアドバイスとか、まあ、批判もあるかもしれないけどいろんなことを言ってくれる人がいるじゃんか、でそれを必要なものは取り入れる、必要じゃないものは潔く捨てる、これが大事。どんな意見でも、例えば家族であってもあなたを批判してきた時にそれが参考にしなきゃいけないものもあれば捨てなきゃいけないものもあるからね、親が言ったものは全部正義なんてことは絶対にない、だからそれを自分で取捨選択していく、それがデザインするだから個性の、まあ、俺の中ではね、まあそうやってどん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 自分の個性を高めていくというかね、レベルの高いものにしていけるといいんじゃないかなと個人的には思っております。はい、ということで本日もねここまでお付き合いいただきありがとうございました。またね来週日曜日に何か自由気ままにね喋っていきますので、よかったら来週のダラダラジオも聞いてみてください。それでは今週1週間またねお互い頑張っていきましょう。今週1週間が皆さんにとって良き1週間になることを心より願っております。それではまた来週日曜日の夜8時にお会いしましょう。それじゃあまたね、バイバイ。